三塁側ベンチに入っているスミスとクルーズ両外人、なかなか、出番がなくて皮肉のターンを囲っているわけですが、まあ、クルーズは昨日広島で藤田監督使って、今日はどういうわけで使ったんですかって、やっぱり調子を見たかったんだ、まあ、はっきりは余裕ですよね。そういうことですね。まあ、あのスミスの前はね、好評ですからね、代打でホームランをしましたからね、スミスは。さあ打順が一回りしました。工藤にとってはこの回は大事です。ああ緩い変化球でストライク。なかなか今日は工藤いいですね。いいですね。低めに決まってますね、はい、今の球でも。最初は当たり損ないのセカンドゴロ、当たっている1番の松本。両投手とも3回までパーフェクトに抑えているんですが、いい当たりといえば巨人では河野、阪神では佐野。そうです ね、この1本ずつだけですからね、あとはほとんどバットの芯に当たってませんから。あ、これもかろうじてバットに当たっただけ。先ほどはカーブに引っかかって平凡なセカンドゴロを打っている1番の松本。マクドーとしてはもう絶対にこの人は取らなきゃいけませんよね。そういうことですよね、しかもトップ打者で、ね、はい、足があるということになればね。そうなんですよ。2エンド1、なかなかいいところを攻めています。いいところ攻めてますよね、まあ、今のはボールだと思いますけどね、はい、厳しいところを攻めてますね。そうですね。球審は谷村、塁審一塁の上、二塁福井、三塁久保、外野はレフト太田、ライト山本です。松本ツーワンと追い込まれています。高めを振らせました。いい立ち上がりで1回から3回まで好調、巨人打線をパーフェクトに抑えている工藤。打順が一回り、4回の表は1番から。あ、落ちる球、空振り、バットが回りました。完全に回りました。フォークボールでしょうか。まあ、追い込まれているだけにですね、ついであのバットが回ってしまいましたね。さっき青口に投げた球ですね。さすがの松本も引っかかりまして、ついバットを振ってしまいました。これは文句なしの空振りです。見事な変化球の冴え。さあ先ほどはちょっと甘い球を投げて痛烈なサードライナーを打たれました。2番の河野がバッターボックス。危ない球といえばあの1球だけですもんね。そうですね。変化球打ってショートベース寄り抜かれました。初安打。先ほどいい当たりをした河野、今度はショート平田の右を破ってセンターへ達するゴロのヒット。カーブでしょうかね、ちょっとコースが甘かったですね。当たりそのものはそんな会心の当たりじゃないですけどね、飛んだコースが非常にいいですからね。そうでしたね。今日は工藤の投球にタイミングが合っているようで、さっきは素晴らしいサードライナー、今度は文句なく平田の右を破るヒットを打って河野が出ました。これが両チームを通じてこの試合最初のランナー。さあ二回り目、大事なイニングを迎えた工藤がランナーを許しました。バッター3番の阿波口。先ほどは三振に倒れている3番の阿波口。初めてランナーを出したジャイアンツ。何か仕掛けてきますかね。可能性は十分にありますね、はい、今年の阿波口はあまり空振りしませんからね、初球がボール。考えられるのはまずヒットエンドランです。カウントによってはかけてきそうですが、高め外れました。2ボール。ボールが2つ先行しまして、阿波口が三塁の柴田コーチのブロックサインを今しっかりと受け取りました。
ノートゥーですから、いや、これやっても面白いですよね。ヒットエンドランもあるカウントになりました。スタートは切らない、打ってセンターへ、ライナーが飛んでいる、センター左、追いつくか、取りました、ファインプレー、吉武ファインプレー、これは見事、先日の北村のファインプレーを思い出します。これはもう完全にヒットかと思いました。打球は左で切れていきますからね、突っ込んで、あ、よく取りましたね、もう長打コースですからね、超ファインプレーですね。左バッターのスクイックライナーはどんどん左へ切れていきますからね、難しいわけですよ。よく取りましたね、吉武の見事なファインプレー。まあこういうプレーをするとね、はい、やっぱり首脳陣としてもちょっとこう信頼を勝ち得ますからね。そうですよね、チーム全体が盛り上がりますよね。そうですね、まあ工藤としては非常にあの助かりましたね。助かりましたね、会心の当たりでしたからね。本当です。さあ一発屋原を迎えます。先ほどは高めをうまく攻めて打ち取った工藤、今でも思い切ってきましたね、はい、インコースへ。やはり打順が一回りしてくるとバッターの振り方も違いますね。もう狙ってきてますからね。狙ってきてますよね、ピッチャーにとっては難しい打順一回りした後の4回、河野がヒット、粟口もあわや長打という素晴らしいライナーを飛ばしましたが、吉武の超ファインプレーがありまして辛くも2アウト、工藤助かりました。ああこれは中途半端、ピッチャーゴロうまく打ち取った、これは工藤の勝ち。ああいうところにまだ原には脆さがあるわけですね。ありますね、変化球に引っかかりました、工藤うまく原を打ち取りまして、河野一塁残塁、4回の表終わって0対0です。今見事な超ファインプレーを演じたばかりの吉武がバッターボックスに入りました。後藤さん、こういう時は記憶してますからよくヒットが出るんですよね。まあ、昨日3本打ってますし、ね、はい、ちょっとラッキーボーイ的な感じになってますからね、はい、初球バントを狙ったファウル、これがまた野球の面白いところで、守備にいいところが出るとそれがもう敵面に、あの攻撃面にも出るんですよね。出てますね。まあこれ一回りしたところでね、はい、やっぱり阪神があの笑顔の高い球どうするかですね、はい、当然そういう指示は言ってるわけでしょうがね、初球はバントヒットがファウルになりました。ちょっと振り遅れ、トゥナッシュ、今日ファインプレーを演じまして味方を救いましたバッターの吉武、強くして2回目のバッターボックスに入っています。トゥナッシュ、ライトへ痛烈な当たり、当たりが右へ消えてフェアになった、ワンバウンドのフェンス、吉武やはり打ちました、二塁へ向かう二塁打、まさしく野球というのはこういうもんです。うまく打ちましたね、はい、内角球を。昨日のね、第一打席のヒットもね、今のみたいなコースでしたけどね。そうですか、あの低めの球強いですよ。強いですね、もう高めの球は弱いですけどね、吉武の場合はうまく打ちましたね、うまく打ちました、内角低めですよね、綺麗にバットのヘッドが回りました、はい、これはもう平田はね、もう確実に送ることですね、はい、やはりファインプレーをした後は怖いですよね。怖いですね、やっぱり乗ってますからね、本当ですね、はい、本当に野球というのはこういうもんですね。後藤の笑顔も打順が一回りしたこの4回、先頭打者吉武に二塁打を打たれました。腕に身をして表情を変えずにじっと戦況を見ている安藤、さあここは先手を取る絶好機、しかも打順は最高2番の平田、送ってランナーを三塁に進めるか、あバントの構え、バットを引っ込めた、高畑は前進して巨人内野陣がバントシフト、河野コーチがランナーとバットを両方を見て慎重にブロックサインを出しています。初球バントの構え、まあ相手が笑顔ですからとりあえず1点を取る作戦ですね。やはり先手を取るというのが大事ですからね、はい、ここはバントが正解ですよね、はい、あヒッティングに変えた、一塁側のスタンドへ、あサインが変わりましたね、はい、それでもね、笑顔ぐらいの球の速さはなかなかバスターというのは難しいですよね。難しいですよね、はい、だからこういうことはもう確実に送った方がいいんじゃないですかね、
サインが変わって2球目はヒッティングに出ましたが振り遅れ、1塁が満員のスタンドに打ち上げましてワンエンドワン。さすがは伝統の阪神巨人戦、江川と工藤両投手の好投で息詰まる甲子園。一塁側中畑三塁、ああこぼした、一塁は間に合った、石渡がベースカバーに入って辛くも一塁アウト、うまくバントを転がしました。これでいいわけですよね。そうですよ、まあこういうところは平田は非常にうまいですからね、はい、そうです、しっかりしてますよね、これはまああのあとはもう打率を上げることだけでね、はい、送りバントとああいうのは非常に小技はうまいですからね、もう守備は申し分ないし、はい、問題はあとバッティングだけですね、打率をもうちょっとこう上げるということだけで、はい、さあ吉武が三塁に行って先手を取る絶好機を迎えました阪神タイガース。最近では最も当たっていると言っていいでしょうこの3番のストローター。昨日は先制のホームラン、中日に勝つ口火を切りましたこのストローター。内野前進守備、振り遅れ、やはりあの高さの球を打っていきませんね、ちょっと無理ですね、ちょっとこうあの下から出ますからね、はい、ストローターのバットも本当ですね。先ほどは三振に倒れているストローター。内野はもちろん前進守備、ああ浅いフライ、これではランナーは帰れそうもない、ショートが交代して追いついた、河野が掴んだ、やはり高めの球詰まってしまいました。やはりあの高めに来る速い球ってのはストローター苦手なんですね、ちょっと伸び上がり気味に打ちますから ね、 そうですね、バットが下から出るんですからね、はい、どうしてもボールの下面を叩いてしまうんですよね、しかしまだ掛布がいます。三塁に吉武を置いて主砲掛布登場。まあ掛布もここで人が出るようだったらね、はい、あの復調は早いと思いますね。そうでしょう、いいきっかけになるんですがね、先ほどは与え損ないのファーストゴロ、大きいのはいりません、シングルヒットでいいわけです。掛布がどの球を狙っていくか、びっしり満員の甲子園球場、もうすでに5番の観衆が入っています。カーブを選んで2ボール、阪神絶好の先制機ですが、ここでどうやら敬遠のサインが出ました、ますね、ボールが2つ続きましたので次の岡田と勝負というベンチの作戦、当たっていないとはいえやはり掛布ですから、ここはジャイアンツバッテリーが警戒して2ボールになった後2つ完全に外しました。そしてこの岡田と勝負、ツーアウト、一塁掛布、三塁吉武、4回の裏、阪神先制の攻撃、ものにできるか。先ほどは三振に倒れている岡田、昨日は久しぶりで会心のホームランを打ち込んでいます。ライナーで左中間のスタンドに打ち込む見事なホームランを打っている岡田、しかも今シーズンは江川と相性よく、先ほどの打席を入れまして7打数3安打、バックネットで打ち上げました。まあ、昨年までは非常に相性悪かったんですけどね、はい、まあ、この前甲子園で江川をノックアウトした時のね、はい、口火を切りましたからね、痛烈な当たりでしたよね、まあ、あの時の江川とはちょっと今日は違いますけど ね、はい、ね、球の伸びはいいですけどね、はい、あの時は左中間にものすごいライナーの二塁が2本打ったんですよね、当たりでしたよね、はい、初球ファウル、まあ、岡田も大体どちらかといえば低めの球の方が好きですからね、そうなんですよね、あの高めのボール臭い球を打たない方がいいですね、はい、三塁吉武、一塁掛布、4回の裏タイガース先制の攻撃、あー高めの速い球空振り、あれをね大振りしたらやっぱダメなんですよね、当たらなかったですからね、振りすぎですか、ちょっと振りすぎだと思いますよ ね、 そうですね、やはり球に力が出てきたからあそこへ投げてくるんですね、そういうことですよ ね、 ね、やっぱり伸びがいいですからね、そうですね、あの球コースとしてはちょっと危ないかなと思ったんですが、球の威力で空振りさせました江川、2エンド1、1塁ランナースタートを切った、
高々と打ち上げた三塁側へ、打った瞬間にファウルと分かる打球。2エンド1のカウントですが、1塁ランナー掛布が思い切ってスタートを切りました。岡田が打ってかなり大きなファウルフライ、あの高めの速い球を上からうまく叩けるかどうかですね。そういうことですね、まあ、それから外角にこのカーブが来た時に当てないことですね。そうですね、はい、2エンド1カーブ、あーやはり外角へカーブ来ましたね、だけど今の球は危ない球ですよ、はい、ちょっと高めのね、はい、この表情。三塁吉武、一塁が掛布。4回の裏、阪神先制の攻撃をものにできるか。岡田ファールを打って粘っています。痛烈、すごい当たり、今のはうまくかぶせましたけどね。うまくかぶせました、いや惜しかったですね、阪神にとっては。日の出るようなライナー、ご覧ください、ちょっと高めに来た速い球、これは上からうまく捉えてますね。今のはうまくかぶせたんですけどね、はい、当たりは痛烈でした、文句なし。山倉がやっぱり行きましたね。そうですね、こういうところに細かい気配りを見せるキャッチャーの山倉。いいファールを打ったバッターの岡田、左右そして左と3本連続ファール、3本目が最高の当たり。さあ今度は真ん中へ飛ぶか、打ち上げた、キャッチャー後ろ、山倉追っている、バックネットへ当たるか、当たりました。柴田コーチが下がりに身振りを入れて、こういうふうに打てと言ってますね。やはりかぶせろと言ってますね、はい、今の身振り見ますと ね、やはり今のでも完全に押されて、食い込まれてますからね。そうですよね、しかし江川も相当自分のボールに自信を持ってたんですね、強気ですよ、強気ですね、どんどん打ってますからね。本当ですね、2エンド1この対決は見物。中途半端な出し方をしましたがファウルです、危ないところ。やはりこういうふうにピッチャーが強気でぐんぐん攻めてくる、バッターを負けずに打ち返す、これがやはり野球の醍醐味ですよね。で次どの球で行こうかと、はいはい、まあ、笑顔にしてもこう直球直球直球で来てますけどね、あくまで直球で来るのか、はい、外角の低めカーブを落とすのか、はい、もう狙いはその2つけないわけですからね、はい、今こういうふうに力でぐんぐん押してくるピッチャーが少なくなりましたから、そういうことですね、やはりこれが魅力ですよね。そういうことですよ、しかも江川の場合はね、あんまり危ないところは掘りませんからね、はい、次が9球目、うまくファウルで逃れた。今の外角低めのストレートですね、はい、見送ればどうかという際どいコース、岡田よくバットを出してファウルで逃れました。さあ岡田も粘ってますから面白いですね。面白いですね、これは甘い球が来れば、先ほどはいいライナーを打ってるだけに、山倉もこの1球リードが難しい。投球は10球目、あっとボール、わずかにインサイド外れました。表情を変えない、いわゆるポーカーフェイスの江川、この人はもうめったに表情を変えません、もう本当に表情出しませんからね、はい、まあ表情に出さないというのは一流投手の条件と言われてますから ね、昔から、はい、トゥートゥー、投球11球目、ピッチャーゴロ、センターへ抜けると、ランナー帰った、タイガース先制の1点。岡田粘り勝ち、根気負けですね、これはよく打ち返した、うまく合わせましたね、しかもコースも甘かったですよね、それで当たりは会心じゃないですけどね、いいコース、上からかぶせましたしね、うまく高めの球を、まあ、しかし笑顔もいいですよ、最後まで真っ向勝負でね、そうです岡田も負けずに打ち返して完全な粘り勝ち、最後は真ん中高めの攻撃をうまくセンターへ弾き返した岡田、ついに笑顔は1点を取られました。
やはりああいうふうに何球も粘られるとだんだんそのピッチャーが不利になってしまうんですね。そういうことですね、やっぱりタイミングがだんだん合ってきますからね。そういうことですよね。で大体が江川という投手は逃げるピッチャーじゃないですからね、逃げませんからね、先ほどはいい当たりのセンターライナー性のフライを打っている佐野、ああこれは中途半端だ、ハーフスイングのバットにボールが当たって中畑ベースを踏んで3アウト。しかしこの回この岡田散々粘った末センター前見事タイムリーヒット、タイガースに先取点をもたらしました。4回終わって1対0、岡田の高打で味方が1点を取ってくれました。さあこれから工藤が頑張らなくてはいけません。各地の途中経過をお伝えします。名古屋球場中日ヤクルトは3回の表まで0対0、宮古と宮本、後楽園の日本ハム対近鉄は2回終わって1対0近鉄リード、真柴と久保、大阪球場注目南海西武は南海リードしてますね、3回の表まで2対0南海リード、ピッチャーは南海山内和弘、西武は松沼弟、久保寺が4号ソロホームランを打っています。今日も南海首位の西武を苦しめています。さあこちら甲子園満員の観衆に期待に応えるかのように岡田がタイムリーヒットを打って阪神が1点を先制、試合はぐっと盛り上がってきました。中盤に入って5回の表、今日好調の工藤、ここまで河野のヒット1本だけ、ボールが2つ続きました。ボールが先行するときの工藤はちょっと危ないですが、思い切って振ったが高く上がりすぎた、レフト浅いフライ、佐野が前進掴んでワンアウト。今日はだけど中畑にはいいところを攻めてますね。そうですね、あの球はね中畑はちょっと遅れ気味ですからね、好きなコースのちょっと高めなんですね、その分だけボールの下を叩いてしまいまして中畑レフト高いフライでワンアウト。今日は先発に起用されているライトの山本浩二、先ほどはセカンドゴロ、これが2回目、変化球左中間にボールが上がっています。ずっと追っている佐野追いつきそう、取りました、左中間の一番深いところ、最後は尻餅をつきましたがよく追いついた佐野、ボールが上がった分だけ多少余裕はありました。ツーアウト、今ちょっと風が良かったから意外に伸びたんですね。そうですよ、ちょっとねまた吉武も右寄りすぎましたねそうでしたかね、ご覧のように風があまり強くはありませんが右から左へ、この風に乗ったせいもあって山本の飛球は意外に伸びていきましたが、佐野が追いついて左中間掴んで2アウト。いやー工藤今日はいいですよ。そうですね、向きになって放ってませんから ね、 そうなんですね、これが一番いいんじゃないですか、はい、バッターは山倉、今日はバットがよく触れていますがこれも高く上がったフライ、岡田の守備範囲かセンターか、いや岡田、最後はストローターとぶつかりそうになりましたが岡田が掴んで簡単に三者凡退、フライに仕留めた工藤、なかなか落ち着いた見事なピッチングです。5回の表ジャイアンツ簡単に0点に終わりました。1対0タイガースのリードが続いています。1点リードしてベンチの雰囲気も明るい一塁側の阪神タイガース、ああ笑顔も見えていますね。しかしまだ1点ですからもちろん安心はできません。中盤これから笑顔にどう襲いかかっていくか、先ほどは岡田が散々粘った末見事タイムリーヒットを打ちました。笑顔の投球に対しては各打者がやはりああいう粘り強さ欲しいですね。そういうことですよね、どちらかというと笑顔投手はですね、まあ、打者にとってはね狙いやすいんですよね、はい、もう体に当たるような危ない荒れ球はありませんしね、コントロールいいですからね、それだけに向かっていけばね案外打てるんですよね、はいはい、バッターはバース、大きなカーブが決まってストライク1、先ほどはセカンドフライでこれが2回目のバッターボックスです。テンポの速い江川の投球、カーブを打ってこれは大きな当たりです、センター右後方、ホームランになるか、ぐーっと伸びて入った、ホームラン、バース久しぶりのホームラン、第6号ホームランが出ました。いや
でした。まあだけど力ですね。すごいですね、この辺り。まあど真ん中の高めですけどね、ちょっとこう初球のカーブ見逃されて、簡単にストライク取りきましたね。そうでしたね。まあそれにしてもこの人のパンチ、これが魅力ですよね。5月15日の対太陽戦、金沢から打って以来という久しぶり。それもしかにもバースらしい豪快なホームランですよ。私もね、あの久しぶりにタイミングのあったのは、あのスイングを見ましたね。そうです、この間うち神宮球場の3連戦の時は本当にひどかったですからね。バラバラでしたね、江川打たれました。阪神2点のリード。4月の対戦ではこの江川をノックアウトした阪神打線、後楽園では江川にやられました。今シーズン1勝1敗。高めを打ってこれは上がりすぎた、レフト平凡なフライです。川口、まあ、風間も高めが好きですけどね、今のはちょっとボール臭いですもんね。そうでしたね。もう一つ低めに、あの低いところちょっと狙いを絞っておけばね、やっぱりこういうふうに、だけど小刻みに1点1点で取るのはいいことですね。はい、そうですよね。バッターは9番のピッチャーの工藤に回ってきました。今日は打線の援護で、あの江川に対して2点を先行している阪神。さあこうなると工藤の気合も入ってきます。両外人が話し合ってますね。久しぶりでホームランを打ったバースが何か説明してますよ、ストローターに。あの球をこうやって打てばいいんだと教えてるんですかね。あるいはさあバッター工藤、1エンド1カーブ当たり損ない、ピッチャーゴロ、江川1塁へ送る、2アウト。まあそれにしても今日は阪神のスターティングメンバーを考えたときに、最近不調のバースをそのまま使うのか、あるいは2000本安打の藤田を使うのか、武藤さんともちょっと話しましたが、やはりバースのその一発をある程度期待して、その一発が出たわけですよね、安藤監督としては。結局あの江川というのはどちらかといえばカーブと直球と、まあバースとしては狙いやすいだろうと、しかも高めが多いということですね。ただ今のは本当にあの絶好球でしたからね。本当でしたね。1番の吉武、今日打っては見事な超ファインプレー、守っては超ファインプレー、打ってはライトの右に会心の二塁打、攻守に大活躍の1番の吉武。昨日1番を打って3安打、今日これだけ働けばしばらく吉武の1番続きそうですね。続きそうです ね、あの北村がもう一つ調子が良くないですしね、そうなんですよ。であの吉武の場合は割合に当てるのはうまいですからね、で平田はあまり向かっていきませんからね、1番にするとね、割合おとなしいタイプですから、吉武が格好のトップバッターになりそうですね。そういうことですね、2エンド1。今日は守って打ってここまでは大活躍の吉武。あ、落ちる球、これは引っかかりました。足元へ大きく曲がり落ちるカーブに引っかかって、江川この回バースに痛いホームランを打たれまして、2点目を阪神に与えました。守備位置につくバース、協力しているでしょう。5回終わって2対